カジランガ国立公園はインドアッサム州にある国立公園。世界遺産に指定されている。他のインドの国立公園と比較してカジランガ国立公園は野生生物の保護に成功している国立公園であるということができる。保護されている地区の中では最も虎の居住密度が高く2006年に虎の保存計画である虎計画の参加を宣言した。 ススキが広範囲で自生しており、カジランガの湿地帯には、熱帯性の紅葉樹林が広がり、ブラマプトラ川を含む4本の河川が交錯する。また、ベンガル語で、ジールスと呼ばれる、湿地帯にできる池が、複数存在している。カジランガ自体は、自然が豊かであることから、複数の書物、歌、ドキュメンタリーが作成されてきた。2005年には、 開園100年を迎えた、メアリー・カーゾン公爵夫人の肖像。彼女の行動が、カジランガ国立公園設立の契機となった。カジランガの地区一帯が、自然保護の対象となったのは1904年に、遡る。1904年、当時のイギリス領インド帝国の総督であった、ジョージ・カーゾン夫人であるメアリー・カーゾンが、カジランガ一帯を訪問した。メアリーは、 カジランガではすでにインドサイが有名であったが、インドサイを見ることが叶わず、夫にできるだけ速やかにこの一体の自然を保護するように説得した。その結果、1905年6月1日、232キロ平方メートルの区画をもって、カジランガ提案保護林が創設された。続く3年間で、保護林の区画は152キロ平方メートル。 拡大され、ブラマプトラ川の下半までが対象とされた。1908年には、カジラン川保護林に指定された。1916年には、狩猟保護区に改名された。1938年には、保護区内の狩猟が禁止されると同時に、保護区内への立ち入りが許可制となった。1950年、森林保護活動家である PD ストラシーの提唱によって、 カジランガの解明が行われた。狩猟保護区から野生生物生域への解明である。狩猟という単語を取り除くために実施された。1954年にはアッサム州がインド祭の密猟者に対して重罰を下す法案を可決した。その14年後である1968年にはアッサム州政府は1968年の アッサム国立公園法を可決させた。このことにより、カジランガは国立公園としての整備が実施されることとなった。1974年2月11日、公的に430キロ平方メートルが国立公園として指定された。1985年には、その独特な自然環境のためにユネスコの世界遺産として登録された。 カジランガ国立公園では、近年では、自然災害あるいは人災が多く発生している。ブラマプトラ川の洪水は、多くの動物の命を奪ってきた。人間が、公園の境界線に沿って、公園内に侵犯することは、森林の破壊と生物の生息地を失う結果を、もたらしている。カジランガという単語の語源ははっきりとはしていない。しかし、 現地に残る伝承や記録ではいくつかの可能性を示唆している。ある伝承によると、近くの村に、ランガという少女が住んでおり、カルビアンロンから来たカジという青年と恋に落ちた。しかし、この二人の恋愛は、周りのみんなから祝福されるものではなかった。二人は、周りの態度に失望し、村を離れ、森へと入っていった。その後、二人を見た者はいないという。 また、別の伝承では、16世紀のビシュヌ聖者である、スリマンタ・サンカルデーバが、カジとランガイというカップルを祝福し、二人に大きな池を掘るように頼んだために、カジランガという名前が今日に伝わっているという。記録に残っているものでは、アッサム地方の王朝である、アーホーム朝の王様である、プラタップシンガーが17世紀にこの地方を訪問した、際 この地方で食した魚の味を絶賛し、どこで獲れたのかを尋ねたところ、カジランガという答えが返ってきた。アッサム地方丘陵地帯で話されているカルビ語でカジとはヤギ、ランガイとは赤いという意味であり、カジランガとはすなわち赤いヤギの地方であるという意味を内包している可能性がある。しかし、歴史家の中には同じカルビ語でもカジャエランから、 カジランガという言葉が導き出されたと信じている者も,もいる。この言葉はカジルの村という意味である。カルビ人の間ではカジルという名前は女子にありふれた名前である。かつてこの地方ではカジルという女性が統治をしたと信じられている。その断点はこの地方に散在しているカルビ人のルールで見受けられる。カジランガ国立公園地図。 緑色に塗られたところが国立公園を示す。北側の水色の部分は国立公園の北側の境界をなすブラマプトラ側。カジランガ国立公園は北緯26度30分から45分、統計93度08分から36分の間に広がっている。アッサム州の2つの県である長ン県とボカハット県にまたがる。したがって、 国立公園の幅は東西で約 40km、南北で約 13km となる。カジランが国立公園の面積は3 7 8 k ル。ここ数年の侵食により5 1 1 4 k ルを失っている。この2つの合計により国立公園の指定範囲の面積はおよそ4 2 9 k ルである。 標高は最も低いところで海抜40メートル。最も高いところで80メートルになる。ブラマプトラ川が公園の北側及び東側の境界線となる。カジラン川、戦術の通り標高がそれほど高くない地味豊かなオキセキ層の平原である。オキセキ層の形成はブラマプトラ川による侵食と沈黎によって行われてきた。 カジランが国立公園に広がる風景で目を引くのは、サス・ジイールスと呼ばれる洪水によって形成された、小古章、チャプリーズと呼ばれる洪水の間の動物たちの一時的なシェルターである。チャプリーズは動物たちの生命を助けるために、インド陸軍の助力を受けながら建設される。カジランガは、ヒマラヤ丘陵において、最大規模の自然保護地帯であることから、また、 それがゆえに、多くの種が残っており、生物多様性も豊かであることから、生物多様性のホットスポットと言われることもある。カジランガは、生物地陸では、東洋区に所属し、生物群系では、ブラマプトラ渓谷純情緑林と呼ばれる、熱帯、亜熱帯湿潤紅葉樹林を形成する。カジランガ国立公園には三つの季節がある。夏、モンスーンの季節。 冬である。11月から2月が冬であり、温暖で空気は乾燥している。日中の最高気温は25度まで上がるが、最低気温は5度である。冬の間は、ジールスや洪水によって形成される、ならずと呼ばれる溝は乾ききってしまう。3月から5月の夏の季節には、最高気温が37度にまで達する。この季節では、 水辺で体を洗う動物たちの姿を見ることが可能である。6月から9月のモンスーンの季節は国立公園に多くの雨をもたらす。この期間の平均降水量は2220ミ、mm、リメートルである。降雨のピークを迎える7月から8月にかけて国立公園の西側の4分の3がブラマプトラ側の水位が上昇することで水没する。 ブラマプトラ川が氾濫することによって多くの動物たちは公園からの移動を余儀なくされる。公園内の高台へ移動するが公園の南の境界を越えてミキルの丘へ移動するように公園外への移動も含む。しかしながらブラマプトラ川は必ずしも氾濫するわけではなく時には氾濫どころか干ばつの被害を公園にもたらすこともある。干ばつになった場合には 野生動物にとって食料不足を招く。インドサイ、カジランガ国立公園の動物賞は以下の通りとなる。35種の哺乳類の生息地であり、うち15種はレッドリストに記載されている絶滅危惧種である。インドサイの最大の生息地で、全世界の生息数の約2、3にあたる1855頭が確認されている。 アジア水牛、バラシンガジカ、アジアゾウ、ガウル、サンバーも確認されている。小型から中型の玉ひずめ類では、インドキョン、イノシシ、ホッグジカといった哺乳類もこの公園内に生息する。虎やヒョウといった猫目の大型種も生息する。カジランガは2006年に虎の保護区宣言を実施しているが、2000年の調査では86頭が確認されており、 5km 方メートルあたりに1頭と世界で最も高密度な虎の生息地でもある。虎のみならず、猫科の高成種、例えば、ジャングルキャット、スナドリネコ、ベンガル山猫も生息する。小型哺乳類では、アラゲウサギ、ハイイロマングース、ジャワマングース、インドジャコウネコ、ベンガルギツネ、金色ジャッカル、ナマケグマ、センザンコウ、アナグマ、モモンガが生息する。 9種類がこの公園内に生息し、アッサムモンキー、ルトン、ライングールが種である一方で、公園内では唯一の霊長類であるフルロックテナガザルも生息する。また、公園内の河川は絶滅が危惧されているカワイルカ科の生息地でもある。カジランガはバードライフインターナショナルによって重要野鳥生息地として位置づけられている。渡り鳥、水鳥のみならず、 肉食性の鳥類や不肉を好む鳥類、あるいは狩猟の対象とされる鳥類も生息している。カリガネ、メジロガモ、アカハジロ、カラフトアオアシシギ、セイタカコウ、シロスキハシコウといった鳥類は、越冬のため飛来する。カワセミカ、ハイロペリカンをはじめとするペリカンカ、オオハゲコウ。 小ハゲコウアジサシのような水辺に生息する鳥類も公園内で生息する。高めでは、カタシロワシ、カラフトワシ、オジロワシ、キガシラウミワシ、グレー、ヘデッドフィッシュイーグル、ヒメチョウゲンボウが生息している。絶滅が危惧されるインドハゲワシ一方で、カジランガはハゲワシの仲間がかつては多く生息していた場所であった。しかし、 ハゲワシの数は急速に減少し、ほとんど絶滅寸前である。その背景には、ジクロフェーナクを含む食物が公園内の動物に餌として使用されたからである。インドハゲワシ、スレンダー、ビルドバルチャー、ベンガルハゲワシが現在でも、この公園内では、かろうじて生き残っている。ヌマシャコ、ベンガルウノガン、ペイル、キャップドピジョンといった。 かつては狩猟の対象となった鳥類もこの公園内に生息している。カジランガーには、オオサイチョウの仲間も公園内に生息している。ダルマエナガの仲間であるジャードン・エス・バブラーや、ヌマジチメドリ、ハタオリドリか、バヤ・ウィーバー、ツグミカウグイスカの鳥類も生息しているが一部の種では、個体数が減少している。爬虫類では、アミメニシキヘビ、キングコブラ、 インドコブラ、タイコブラ、ラッセルクサリヘビ、クレートといったヘビもこの公園内には生息する。ベンガルオオトカゲやミズオオトカゲといったオオトカゲ科の構成種、アッサムセタカガメ、エミスムツワシガメといったカメメの構成種は15種が生息する。カジランガ国立公園内の草原と森林カジランガの植物種は分類すると4つに、大別される。 サバナ製の草原、サバナ、熱帯紅葉樹林、熱帯上緑林である。1986年のランドサットのデータによると、カジランガの植生の41%は、背が高い草本、11%が低い草本、29%が、密林、4%が、湿地、水域が8%、砂地が6%である。標高で言えば、 公園の頭部と西部と比較すると、西部の方が標高は低い。西部の一帯は草原に包まれており、その中で目を引くのがエレファントグラスである。エレファントグラスは標高が上がる頭部でも生えているが、ジールスと呼ばれる小宅地の周辺にはエレファントグラスよりも背が低い草本が生えている。一年ごとに到来する洪水が草食動物の植生。 計画的に実施される野焼きが草原や足の平原を維持し、また、豊かにしている。背が高い草本は、エレファントグラス以外にも、サトウキビ、チガヤ、ヨシが代表的である。イネカの草本も、公園の植物性を豊かにしており、カラヤ・アルボレア、インドスグリ、キワタ、ビワモドキカといった低木が公園内に影を作り出す。カンチャン・ジューリー、パンバーリ。 タムリバサールといった地区に近い区画に生える硬い、常緑樹。例えば、アフィナーミクシスポリステアシュジャ、マグノリアホジセンブ、ディレニアインディカ、フクギ属、イチジク属、ニッケイ属、サジジウムなどが挙げられる。バグリ、ビマリ、ハルディバーリといった地区に近い区画では、熱帯純常緑樹が生えている。種類としては、アルビジア、ドゥアバンガ、バナバ、魚木、ステルキュリア、 グレオイやアカメガシはブリデリアなどである。公園内の水辺には多くの種類の水性の植物を見ることができる。ホテイアオイが一般的であるが、ホテイアオイは洪水の季節には姿を消す。公園内のもう一つの植物で目を引いたのがミモザの仲間であるミモザディプロトライカであったが、ブラジルを原産とするこの植物は草食動物にとっては、 毒性が強く、2005年に、インド野生生物トラストの協力を得て、カジランガの職員が除去した。カジランガ国立公園が、世界遺産に登録されていることを示す看板、カジランガ国立公園を管轄しているのは、ボカハットに本部を置く、アッサム州の森林省の野生動物局である。公園は4つの地区に分割して、それぞれの監視人が管轄している。 それぞれの本部は、ゴラカチ、バグリ、コハラ、アゴラ通りに設けられている。それぞれの地区で、巡回区域が、さらに分割して設置されている。公園は、インド中央政府の環境森林省及び、アッサム州資金援助を受けている。加えて、インド中央政府が実施している、プロジェクトエレファントからも、追加資金を獲得している。 1997年から1998年にかけては10万ドルの資金が世界遺産のファンドからを受け取っている。それ以外にも政府、非政府活動から資金を獲得している。カジランガ国立公園内におけるインドサイト、インドゾウの生息数のグラフ。カジランガ国立公園は様々な法律に基づいて、 最大限の保護が施されている。例えば、1891年のアッサム州森林条例や2002年の生物多様性保護法などである。インドサイの角を狙った密漁は耐えることはなく、カジランが国立公園を管理するにあたって最大の関心事である。1980年から2005年にの25年間で567頭のインドサイが 密漁者によって捕獲された。とはいえ、この傾向は直近も変わっておらず、2007年には18頭のインドサイが密漁者によって殺されている。直近のレポートによると、インドサイの密漁はアルカアイダと関係を持っているバングラデシュのテロ組織との関連性がある。密漁者対策のためのキャンプの設営、公園内の巡回、情報収集。 公園周囲での消火器での武装警戒のような密漁対策を施すことによって野生動物が密漁の対象になることを防ごうと取り組んでいる。モンスーンの季節に必ずと言って訪れる洪水と激しい降雨によって野生動物は生存の危機に脅かされていると同時に保護活動のインフラストラクチャーの破壊にもつながっている。 水浸しになった場所から逃れるために、多くの動物が公園外の高地に逃れることになるが、その場所は密漁されやすい場所であり、また自動車などの事故に巻き込まれやすい場所であり、さらには近隣の農民の農作物は、これらの動物の被害を受けざるを得なくなっている。野生動物の減少を防ぐために、政府は巡回の回数を増やしたり、 パトロールのためのスピードボートを購入したり、高地に野生動物のためのシェルターを設営している。公園の南の境界に位置する国道37号線を野生動物が横切ることができるようにするために、複数本の回廊も建設された。また、公園内で薬病が流行することで、野生動物が死亡することを防ぐために、公園の周辺にある村の動物に対して、 免疫性を与える活動に取り組むと同時に、公園の周囲にはフェンスが建設されている。このフェンスは、野生動物が、家畜によって殺されることがないようにする目的がある。カジランが国立公園で実施される、伸び周辺の茶畑で散布される、殺虫剤、沼リガールにある、石油生成工場の存在が公園内の水質を悪化させている。また、 ミモザやそれ以外のバラの仲間が公園内に侵食することで公園内の生態系が破壊される可能性もある。公園内の生態系を維持するために草原は定期的に火を使って焼き払われる。2015年には23人の密漁者が保護官によって長方期的に処刑されており、これは殺害された際の17頭より多い。際の角は 中国やベトナムで万能薬として100グラムが60万円以上で売られており密量が絶えない案内役として雇われたり教会が曖昧な公園に迷い込んだりした周辺住民が射殺されることもある野鳥を含めた野生動物を観察することがこの公園に訪れる訪問者の主な目的である旅行者はゾウあるいはジープに乗って 公園内を移動することが可能である。公園内のハイキングは人間と動物の無用な衝突を生む可能性があることから禁止されている。観察塔が野生動物の観察のためにソハラ、ミヒムフ、カトゥパラ、フォリアマリ、ハルモティに設けられている。ヒマラヤ山脈最南端を形成するシバリク丘陵が公園内の展望を形成し、その円形を望みながら、 公園内の草原や木々、故障が点在する風景を構成する。公園内にはカジランガのことを詳しく紹介する案内書が設けられている。カジランガ国立公園は4月の中旬から10月の中旬までのモンスーンの期間は旅行者に対して開放されていない。小原にある4軒のロッジ及び公園内にある3つの旅行者のためのロッジは アッサム州管轄の環境森林省によって管理されている。公園の外側にはプライベートのリゾートがあり、こちらは多くの人が利用可能である。カジュランガはこれまでに様々な書籍、歌、ドキュメンタリーで紹介されてきた。カジュランガが初めて国際世界に紹介されたのは西ベンガル州出身の写真家で、 映像作家でもあったロビン・バネルジーが1961年にカジランガというタイトルのドキュメンタリーをベルリンで発表、放映されたものとされる。アメリカ合衆国の小説家であるエルスプレーグ・ディ・キャンプはカジランガ、アッサムでカジランガのことを詩で表現した。ディ・キャンプによる詩は1970年に出版された詩集デーモンズダイナソーズが書出であるが、 2005年にトラベルストーリーズ・オブ・エルス・プレーグ・デ・キャンプにおいて再出版された。ニューデリーに本社を置くチルドレンズ・ブック・トラストは1979年にアラップ・ズッタを筆者に起用する形で児童文学カジランガトレイルを発行している。インド祭の密漁を題材にしたこの作品はシャンカール賞を受賞している。アッサム人の歌手である ブーペンハザリカは、自らの歌の中に、カジランガ国立公園のことについて述べたこともある。イギリス BBC の自然保護論者であり、旅行家、ライターでもあるマーク・シャンドは、一冊の本を上司した、クイーン・オブ・ザ・エレファンツと名付けられた、この本は、カジランガに住むインドの少女の像使いのドキュメンタリーで、ある。この本は、1996年に、 トマスクックトラベルブック賞とプリーリッターエールでトラン、ミリオンズ・ディ・アミを受賞した。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。以下は、英語版の記述を転記したもので、日本語版作成において、直接参照していない。ありがとうございます。